おい、なんだよ今日はよ、はい、生命川に夕まずめ遊びに来てっけどよ、はい、普通の撮影とは違えんだよ。ちょっと俺とももち2時間ぐらいでどっちが釣れるのかやってやろうじゃねえか。やってやろうじゃねえか。最近ももち調子こいてんすよ言ってみろよ何が？え？いやそもそも今日勝負とか聞かされてるけど、もともと勝負だと思ってないから。相手にされてねえんすよ最近。相手もしてません残念ながら。もうここでお前との実力差をね、はい、見せてやろうかなと思ってます。なので今日は映像的にはもしかしたらお見苦しいかもしれません。離れてんすよ。お互いの姿が見えない中で釣りをするので、うん、ちょっとねガチで2時間勝負やってみようと思うんで皆さん楽しみにしてください。はい、絶対負けねえぞお前。負けだよ、はい、金場と番外編。番外編スタートです。ゴー。うわー早っ。まあ、今と変わらずね、やっぱりよく喋る男だなと。まあ、喋りすぎてちょっと頭が痛くなってくるような、なんか私はそんな印象ですかね。やっぱりちょっと腹黒すぎて私はついていけないんですよ。本当申し訳ないけど、まあもちろんいいところあります。いいところあるんですけども、まあちょっと私とは合わないなと、そういった印象かな。あ、今回の意気込み、今回の意気込みな。そもそもさ、なんで私勝負させられてるかわからないの。そもそも勝負相手だと思ってないんだよね。そもそもっていうか、皆さんも動画でも多分結構言われてるからわかると思うんだけど、チビだとかね、チビガキだとか、子供だとかな、米粒だとか、ひどい言われようですよ私は。そんで挙句の果てにはもう中が育ててやったのは俺だとか言い出すからね。あいつマジでありえない。そもそもハゲカネまんじゅうにはまあ、すいませんでしたと。高身長大人っぽクリティカルビジョンマックスだと、そういう風に言われるようにちょっと今日は頑張りたいと思います。印象雑魚だね。そもそもね、最近視聴者様にチヤホヤされて結局自分で成長したみたいな感じなんですよあいつは。やっぱそれじゃあね、あいつはもう成長しない。だからこそ俺がここで思いっきり叩き潰して後押ししようかなと思ってます。別に印象なんて俺の中では何もない、あいつにとって。ああ、今回の意気込みはね、あいつはプレッシャーに弱いから、多分下道でも絶対にあいつ焦るから、まずその弱いところにつけ込んで、あいつのメンタルを崩壊させようかなと思ってます。まあ余裕勝ちでしょ俺の。そんなのも分かりきってるんだけど、あいつに一泡吹かせるため思いっきり先生パンチしていきます。ということで準備が終わりました。もう打っていきたいと思うんですけども、まあ金谷さんまだ準備中ということで、今日は本当に仕事終わって速攻来たんですよ。下流の場所を取るために速攻来ました。場所取り命ですから、私はもう命かけてきてます。ここの釣り場に今日は必ず先に釣ります。そしてプレッシャーを与えると先に。余裕で勝ちますぜ。なんせ僕昨日プラに来てますからね。とりあえず昨日と同じようなセッティングで今日はやっていきます。でも昨日よりも風がなくて気温も暖かいんで、活性はめちゃめちゃ高いのかなって思ってますんで、僕の勝利を皆さん願ってる人は少ないと思うんですけれども、ももちの今後の成長のためにも今日は僕は勝ちたいと思いますので、よろしくお願いします。まあね、多分私の勝利を願ってる人は少ないと思うんですけども、カネヤンの、成長の今後のために私の勝利を皆さん祈ってください。俺の真似してますよ。昨日ね、ハリスがね、段差つけて10センチ段差につけた途端結構釣れたんですよ。だから最初とりあえずそのセッティングでやっていきます。じゃあいきます。でここは結構本当に大型が出るので、40カミとか全然出るので、
本当に自己新記録を狙えると思うので、そこもちょっと今日は狙っていきたいなと。42センチ以上をちょっと今日は狙っていきたいなと思ってます。まあ金谷さんはね、今頃ねくっちゃべりながら、画面の皆さんにおかじゃみをしながら釣りをしてると思うんですけども、そんな余裕があったらもうちょっと技術をね高めた方がいいんじゃないかなと。口の技術だけではなく、本当のね手が釣りの技術っていうのをね身につけた方がいいんじゃないかなと思ってます。でもこれちょっと待った、これはねナマズかも。おおおおナマズだ。うわ来たと思ったのに、これはよ、これもナマズか。なんだ、鯉だ。マジ、ヘラじゃねえと思ったんだよ。でも皆さん、ヘラブイ鯉でもいける。顔上げろ。よし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 。いや、疲れてきたなお前も。よしよし、俺も疲れたよ、俺も疲れた。待て、網に片方の針が引っかかった。よし、入った。よしよしよし。ねえ、まだ今日魚見せてないから、鯉ちゃん、鯉ちゃん、ほら鯉ちゃん、ちょっとももちんとこ持ってってみます。今日魚の顔見てねえと思ってよ、見してやっかなと思ってよ。当たってんの？当たってんだよ。フル、鯉。あ、鯉、でかっ。どう？よかったじゃん。下道2匹目。これ俺の勝ちじゃね今日。ヘラ釣ってから行く。はい、じゃあ逃がしまーす。いい、ベイベイ。ベベー。いい。かちゃん。ちょっとね、ヘラ食いでさ、うん、鯉とかナマズとやりたくね。確かに。すっごい曲がる。もうやあ、もうカメだよ、カメ来たと思ったら。なんで今日俺外来種祭りじゃん。カメだよ。マジ？もう本当にやだ。亀山再来じゃねえかよ。あ、外れた。よかった。
るぞ。マジかよ。マジマジ釣れた？ちょっと待って、ヘラ、え、ヘラっぽい、嘘でしょ、逆転、え、え、ちょっと待って、え、危ないなこれ、完全に。あ、食ってるね、ちゃんと。ちゃんと食ってる。じゃあ審議させてもらっていいですか。いいよ。え、ももさんちょっと待った、ヘラだ、え、ちょっと口は、あ、待って、これハンベですね、これハンベだわ。ダメですか、出てこれ、ダメじゃない、ダメじゃない、ちょっとヘラ臭いけど、ほんとこれちょっと残念ながらハンベですね。よし、じゃあ逃がします。はい、オケに出て、水替えですからね。そう、バイバーイ。いいやー、ちょっと頑張ろう、地合い来てるかも。俺カメだったけど、いや、ヘラかと思った、カメかい。よっしゃ、これはマブナか、待って、いや、マブナっぽいんだよな、今の初速の引き。いや、いや、ハンベだな。どれどれ、ハンベ、ハンベラです。うん、これハンベラだね。さっきのと似てるね。うん、ちょっとこれ綺麗じゃない、これね、ハンベラです。ちょっとやっていい、レンチャンで当たってるから。うん、やってな、セルフサバ見てやわせ、たまには俺にドラマフィッシュやらせてくれよ。違うんじゃない、あ、え、王さん、ヘラじゃないこれ、ヘラっぽい、よっしゃ、やべえ、ドラマフィッシュ、ドラマフィッシュが来ました、皆さん、え、結構でかくね、しかも、え、よっしゃ、しかも結構でかいぞ、ももあぶねえ、サイドサイドとヒレに引っかかってた、こっちが危なかった。これはヘラじゃないもんさ。32ぐらいだね。ちょっと見える。ありがとうございます。これはヘラでいいですか。これはヘラですよ。お、いいね、いいヘラだわ。あざす。あざす。いい。ドラムフィッシュ、これ俺の勝ちだぞ。ちょっと口見せて、口。ちょっと言った。いや、これは大丈夫よ。これはヘラブラ、ちょっと。え？わかんない。ヘラじゃない？これは。ね。ヘラでいいよ。ちょっと微妙だよな、ちょっと微妙だなこれ、なマジこれちょっと微妙だ ね、ちょっと伸びたな今な。はい、ということで、はい、ということでね、今日の生命画はかなり渋かったんですけど、うん、結果発表ということで、今日は僕の勝利でいいですか、これは勝利でいいですよ、もう、まあ、最後のヘラもハンベラの可能性はあるんですが、うん、ほぼほぼヘラ認定をいただきましたんで、あの暗さで釣るっていうのはすごいからね。ありがとうございます。おい、なんだよ、謝れ最後にハンベラには謝りたくありません。いやいやいや、負けたんだからちゃんと謝れ、はい、はい、謝って、ということで次の動画でお会いしましょう。お会いしねえよはい、謝って、ねえ、お疲れした。